でも日本でデルタ株が蔓延している中に選手や関係者いろんな人たちが来ればデルタ株が世界中に、まあ、東京株が世界中に蔓延していく東京発パンデミックが世界中に起きる可能性がある。なぜナイアガラの滝にみんなで落ちていくようなことを選択するのか。誰がこの感染の拡大の被告席に座るんでしょうか。 IOC、JOC、菅総理、田村大臣、西村大臣、誰が座るんですか。東京都ですか。誰が座るんですか。感染が拡大したときに誰が責任取るのか。責任取れないじゃないですか。で子供が熱中症やコロナにかかったら誰が被告席に座るんですか。スポーツ庁ですか。菅さんですか。大臣ですか。大臣か都ですか。自治体ですか。教育委員会ですか。学校ですか。引率の先生ですか。誰を訴えたらいいんですか。